ご視聴ありがとうございます。今回は3種類のローターのご紹介とおまけでもう1種類、全部で4種類のローターのご紹介をしていきたいと思います。このローターは FC3S の後期、あと FD3S 全車で使われている圧縮比 9.0 のローターになります。今手元に新品ローターが8のローターしかないので、その他のローターに関しては中古ローターになります。こちらがオイルシールの入る場所になります。このくぼみの部分の形状で圧縮比が変わります。次は FC3S 前期のローターになります。世間一般で言われている低圧縮ローターってやつですね。でこちらのものには、このラウンド加工っていうものが純正で入っています。昔のものは加工を別にしてラウンド加工っていうのをしたんですけども、今は純正で入っています。でこう見比べてもらって、くぼみの形状が違うと思うんですけども、右側が 9.0、 あ、今下に行きましたが、下側が 8.5 ですね。 8.5 のローターですが、ハイブーストをかけたりするときにこちらのローターを使用します。続いてですが、8のローターですね。こちらが圧縮比が 10.0 になります。くぼみの形状をこう見比べていただけると違いがわかると思うんですけども、こちらの8の方がくぼみが浅いですね。では7のローターと違う部分を説明していきます。まずコーナーシールなのですが、各コーナーごとにサイズが S と L で決まっていますので、その刻印通りにシールの方を入れていきます。2点目として、こちらのオイルシールの外側にブローバイリングっていうものが追加されています。と FCFD の、こちらのリングなんですが、ここはオイルシールが20に入ってるだけです。で8の場合は30になってます。一番外側がブローバイリングになります。3点目として、サイドシールの幅厚みが違います。で、こちらに刻印が N って打ってあるのが分かると思うんですけども、各シールごとに刻印っていうのが打ってあります。でこちらは7のですが、ここの隙間の溝の厚さが違うのが分かりますかね。ちょっとこう比べてもらうと、8の方が溝が太いと思うんですけども、先ほどの刻印に合わせて4種類のサイドシールがありますので、刻印を確認しながらそこにあったサイドシールをはめていきます。では先ほどの3つを並べてみたいと思います。左側が 9.0 で、真ん中が 8.5 で、右側が 10.0 になります。で車種別に言うと、こちらが FD3S とか FC の後期ですね。で真ん中が FC の前期の 8.5、 右側が8の 10.0 になります。8のローターの4つ目の違いですが、ここの部分に溝が切ってあります。レシプロで言うとハイカムと同じ効果があります。でこちらのローターには切ってありません。現在の主流はこの3種類なのですが、次はちょっとレアなローターを紹介していきたいと思います。こちらのローターになりますが、3mm のアペックスシールのローターですね。 13B が出た手で NA だった頃に3mm のアペックスシールっていうものがありました。でそのシールが入るローターですね。ただこちらのローターは 9.0 の圧縮になってますので、ターボ用のローターになります。アペックスシールの溝を比べると幅が違うのがわかると思います。
で、こちらのローターには 3mm のアペックスシールを使うのですが、アペックスシールが 3mm なのでコーナーシールも 3mm 用のものを使います。で、サイドシールの方は同じですね。で、3mm 用のシール類もあるのですが、ちょっとどこにしまったか忘れてしまって、今回はちょっとご紹介できないので、何か機会があればその時にでも紹介していきたいと思います。次は、7、8のローターの方に戻りまして、アペックスシールの違いの方を紹介していきたいと思います。まあ、見てわかる通りもう全然違うんですけども、上側にあるのが8のアペックスシールで、下側にあるのが7のアペックスシールですね。で、この左のが7、右のが8のアペックスシールになります。ちょっとビニールに入ったままなのですが、このような形でアペックスシールの方が入ります。で、次が8の方なんですけども、こちらが8のものですね。まあ、同じようにこういう風に入りますね。アペックスシールの高さが違いますので、ローターの方の溝の深さも7と8では変わってきます。次は先ほどお話ししたサイドシールの方ですね。まあ、こちらの違いの方を見ていきたいと思います。ちょっと映像の方だと分かりづらいんですけども、まあ、溝の方を見ていただいて、まあ、先ほども見ていただいたんですけども、まあ、太さが違うっていう形ですね。で、シールの方もこちらが8のものになりますね。で、こちらが7のものになりますね。こちらの方が細いのがわかると思うんですけども、7のサイドシールは取り付けの際に長さを調整して取り付けていきますが、8のサイドシールの場合は先ほどお話ししたように4種類しかありませんので、それをそのままはめていくっていうような形ですね。で、上と下もありますのでご注意ください。こちらが本日ご紹介したローター4種類になります。今回の動画は以上になります。いかがでしたでしょうか。今後もロータリーエンジンに関する動画をアップしていきますので、ご期待ください。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントよろしくね。